それで随時ですね、ちょっとマイクを回す、しばらく安定してきたら回していきたいと思いますので、私の方から、これマイクのお願いしますので、ぜひよろしくお願いします。とにかくですね、まあ、この1年間頑張って、今原発動いていません。原発をなくすことは可能だということを一生懸命訴えていきたいというふうに思います。じゃあ元気にやっていきましょう。じゃあよろしいでしょうか。じゃあビラ等にですね、コール案を書いてありますので、もし必要な方いらしたらビラ持っていただきます。はい、12月23日月曜日、原発いらない子どもデモ、アット京都ですね。何度も今年されているということで、今日初めて、私の方は中継させてもらいに来たんですけれども、はい、リポーターは IWJ 中継市民北野です。今まもなく、もうデモは出発するところです。青空の、本当に綺麗な、空気の綺麗な、お天気になっています。三条ヶ原の方は、サンタレースというなんかイベントがやっていて、はい、その集合場所と一緒たくたになって、小さいサンタさんの姿なんかがいっぱいある、鴨川の河川敷、三条大橋下になります。今、西側の河川敷から、デモは出発して、今から三条通りの方へ、歩いていくところです。こちらのデモには、ネイティブアメリカンの生きる権を守った伝説 の、 インディアンの方ですね、デニス・バンクスさんという方が、来日されていて、るということで、さっきご紹介を受けましたので、後でインタビュー回したいと思いますけれども、何千年もの間、私たち最も古い友人である太陽は私たちの家を温め、私たちに光をもたらす偉大なエネルギー源です。私たちに原発は必要ありません。原発いらない。こちらはデニス・バンクスさんが、書いてくださったものを、和訳した、ボードを持ってくださっています。裏にはデニス・バンクスさんが、書かれた直筆のメッセージがあるということです。裏をちょっと見せてもらっていいですか。 All this brother the sun has heated our homes for thousands of years. Lord Light also, he is our greatest source of energy. We don't need nuclear power plants. 原発いらないということで書いていただいているメッセージボードです。デニス・バンクスさんって方は日本英語しか喋らない、コーディネーターの方が通訳してくれます。分かりました。言ってください。はい、どうもありがとうございます。海に謝れ、亀井さんの姿もありますね。地球上に暮らすとかであるとか、まあ、絶対掘ってはいけないというような資源を
で掘り出してはいけないっていう言い伝えがあったというのは、はい、あのウランのことですね。そうですね、はい、石油であるとか、はい、あの聞きます、はい、うん、どういうふうな質問をしたらいいですか、ね、今日ここへ来て初めてあのデニス・バンクさんの今日の談話を聞いたので、ここに来てどう思うかとか、なるほど、はい、日本でじゃあ他のところでデモに参加されたことはまさにそう、それは京都だけじゃなくて、京都じゃなくて高崎であるとか、あと何か所should be walks all across the world with the children、uh-huh. hmm? because the children are the future generation、yes, yes. so it's very important、uh-huh. to have a walk with the children、uh-huh. hmm. very important very important yes, yes. 子どもたちの世代はとても大事なので、一緒にあのデモすることは素晴らしい。そう、子どもたちが未来だから、はいはい、っていうことです。そうですね、はい、あの今どうもどういうふうに思いますか。そうですか、はい、So how do you think about that the Japanese government doing for that this day? Well, I think any government in the world, if they don't understand the uranium, what it does to the people, then we shouldn't have any nuclear power any place in the world. Because man will never understand the power of the uranium. So, 日本だけの政府ではなくて、世界中の政府がそのよくあのウランのこととか分かってないんじゃないかと、その原子力がそのすごく危ないということを政府が理解してないから、あのそういう原子力ができてしまうのであって、あの世界のどこにもその原爆とか原子力の原発もあるべきではない。それで日本に人間はよくあの原子力をとかウランをコントロールできないっていうのをよくネイティブの人たちは言ってるんですけど、まあ、そのことを今政府の人たちが理解してないっていうことが問題なんだって。そうですね、なんかアメリカが原子力をあの、もうやめていくって話も、あるいは経済的にあの回らないから、そう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 、経済だからっていう理由ですよね。そうそうそう、あのそのことについて、that she asking about that the even that the US government that they would like that the little bit slow down that the nuclear power, but it's only because of the economy issues. They don't think that because of that the uranium is that we cannot control uranium, that's not reason. So how do you think about that this situation? No, the economy has nothing to do with it.経済は何もその原発について何もできないだろう。They know that Fukushima, Three Mile Island, Chernobyl, they know it's a big mistake.福島だけじゃなくて、スリーマイルアイランドとかチェルノブイリも含めてそれが大きな問題だったって、間違いだったってことをやっぱり理解してないから同じことが起こってるんだって。で、何度も何度もその人間は失敗というか、その過去の過ちを訂正しない、それはどうしてだと思われますか。そうだった Why that the human beings that the continuing that the making mistake, how do you think about it? スリーマイルアイランド、チェルノブイリ and after that 福島。 WellThe greatest source of power is the sun. That's our energy right there. And that's what's so important is that they are missing the point. If they don't know that that's the greatest source of power, the sun, then I don't know what we have to do to change the minds of governments all over the world.If they don't realize that that's the only source of energy,
then I don't know what else we can do. まあその太陽というものがあの私たちの力の元であるということをやっぱり理解してない、はい、これだけがあの私たちの本当の力の元なんだということを理解してないということが問題なのであってあの 政府の人たちはそのポイントを失ってるってあの見るべきところ視点を間違ってるんじゃないかっていう、はい、ありがとうございます、はい、Thank you for I'm happy to meet you at this brilliant sunny day、yeah. Thank you bye bye. あーごめんなさいあっあっすいませんあの、すいませんカメラさんごめんなさいカメラさんごめんなさい はい、本当にあのすごい、太陽浴びながら、子どもでも、あのから町通りを今、難航しているところですすいませんあの京都あの IWC 京都行ったんで、ね、今ユーストリームの中継中なんですけれども、このデモに今日どういう気持ちで参加されてるかっていうのをお伺いすることができますかどういう気持ちで何度かとね、もう僕もいらんとは思いますけど、なんとかね他のエネルギーでやってほしいとは思いますけど。なんか子供さん行きたそうですね。もう今から仕事なんでね、お残念。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、すみません。はい気持ちも何もね、いつもあの基本的に原発には反対やし、あのデモにはできるだけ参加して意思表示をしてあかんなと思ってますしね、はい、なんで原発に反対え原発、なんで逆に言えば賛成なんですかって感じですけどね、うん、だから原発に賛成する理由が見つからない、うん、いいことは全然ないのになんで進めるのかって話ですよね、はい、明確ですねはいはい、こんなに明確な問題やのにね、一生じできないっておかしな話でしょ、はい、はい、と思ってます、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい原発に賛成できるところがないとおっしゃいましたね、はい、すいません、あの今 IWJ 京都1チャンネルというところでユーストリーム中継中なんですけれども、あのよかったら今日このデモにどういう気持ちで来られているか、あのお聞かせいただけたらと思うんです。あ、はい、まあ、あの僕は関東からの移住なんですけれども、はい、やっぱりお父さんが子供さんみたいな、そうですね、まあ、母親もいますけど、はい、今日はちょっと病気で来れないんですけど、はいはい、まあでも本当にあの 3.11 はすごいあの大きな事故だったんで、そういうのがもう二度と起こらないようにって、子どものためにですね、そういう思いだけです、はい、
私は若い時から戦争とか平和のことを考えてきて、この子が生まれるまではそういろんな行動とかをしてたんですけれども、この子ができて一気にそういうことに参加できる条件が減ってしまったんですね。もうどんどんいろんな辛いこととか嫌なこと、原発のことにしても起こり続けていて、すごくいたたまれない思いで過ごしてたんですね。でやっともうちょっとの外出ならできる、一緒に連れてきても大丈夫という状況になって、で保育園のお母さん友達から誘っていただいたので、思い切って数年ぶりに出てきました。今日初めて。そうですね、原発反対子どもデモには今回初めてです。はい、そうなんです。探してますですよね。多分よく知ってる。そうでしたっけ。はい、すいません。はい、じゃあどうもありがとうございます。すいません、IWJ 京都1チャンネルというところでユーストリームの中継中なんですけども、今日このデモにどういうお気持ちで来られてるかっていうのは聞かせてもらうことはできますか。はい、今現段階として原発は止まってるんですよね。それの状態でなんとか電力が足りているならば、これを後に動かす必要はないと思うんです。で今動かすために何かいろいろしているとすれば、それを再生可能エネルギーとか他のことを開発することに取り組んでいく方が前向きなことだと思うんですね。なのでそういうことを思って参加しました。IWJ 京都1チャンネルというところで今ユーストリームの中継中なんですけども、はい、よかったら今日このデモにどういう気持ちで参加されてるかっていうのは聞かせていただく、はい、何度目かなんですけど、やっぱりもういらないし原発が、そうですね、もう今後そのやっぱりさっきも言われてコールでも言われてますけど、やっぱり毒ですし、もうこれはやっぱりみんな多分分かってると思うんですけど、実生活の中であんまりその目に見えなかったり匂いもないしですね。でもやっぱりこう伝えないと言わないといけないと思って、はい、今日は参加しました。はい、はい、ありがとうございます。すいません、今IWJ 京都1チャンネルというところでユーストリームの中継中なんですけども、今日このデモにどういう気持ちで参加されてるかっていうのを聞かせてもらってもいいですか。いや、ちょっと何やろうね、原発怖いのでね、はい、なんかまあなんか言えればいいかしらと、なんか動きが出ればと思って参加してますが、はいはい、たくさん背中でネタ張りますけど、おいくつですか。1歳ですね。1歳、よくネタ張ります。はい、ありがとうございます。同意を得られた。あ、はい、娘も最初はちょっと恥ずかしかったけど、もうけなんていうのか、まあ、普通な人って言ったらあれやけど、怖くないんだっていうのも分かったりして、うん、一緒に来てくれてます。あ、そうですか。はい、どうもありがとうございます。はい、広島の自然の中で被爆してる方みたいな、今日どういう気持ちでこのデモに参加をされて、こういうデモに、はい、どういう気持ちで、広島で、自然の中で子どもの時に被爆されたということで、私も本を買わせていただいている、米沢さんです。いや、もう80やからね、これ出てきたら7、8人分ぐらいにはなるだろうと思うのと、それから
このプラカードにあるようにね、要するに戦時中や戦時中や戦前にね、戻らすということがやっぱり一番いかんことやと思うん でこれ昨日たまたま手に入ったん でこれは今日はぜひ持ってきたんです。ラリフのアイロニーの効いたプラカードで思います。ああそうですか、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます。はい、すいません、京都IWJ 京都1チャンネルで今中継中なんですけれども、はい、今日どういう気持ちでこのデモに参加されているかというのを今日初めてデモ参加したんですけど、やっぱり自分で声を上げるってことができてすごい嬉しいです。皆さんがこういうのが広がっていけばいいなと思ってます。今日はなんでもうデモに来ようと思ったんですか？デモに来ようと思ったのはツイッターでこの情報を知ったんですけど、またまたま時間があったんで来ました。はい、聞き張ってみてどうですか？やっぱり、まあ、こうやって子どもたちがすごい参加しているのがすごいなというか、周りから見てどうだとかっていうことで判断するんじゃなくて、ちゃんと自分の心で自分の心の声もちゃんと聞いて、で怖がらずに恐れずに違うと思ったことは違うって言える勇気を、まあ、一人でも皆さんが多くの人が思ってくれたりなと思って、はい、声を上げてます。はい、お子さんはいくつですか？1歳と3歳と5歳。あ、3人、はい、ね、どうもありがとうございます。はい、すいません、IWJ 京都1チャンネルというところで今ユースト中継中、もうでも終わっちゃうんですけど、どういう気持ちで参加されてるのか聞こえますか？こういう動画を見ないと頑張っていけばいいかなと思って。はい、何度か参加されて？僕は2回目か3回目ぐらいかな。はい、抱っこしてはるけどおいくつですか？今1歳8参加してるんで。すごいね。な、あったかいお手手だね。まあ、でもいい天気でよかった。そうですね。本当に子供デモさんはすごいいつも天気に恵まれて話を今聞いてたりして、はい、この太陽のエネルギーこそ使うべきエネルギーだっていうふうに電子バンクさんもおっしゃってて、はい。どうもありがとうございます。いいえ、バイバイ。話してもらえない。バイバイや。バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございます。デモはですね、今四条大橋を渡っているところですね。今日は山の方ちょっと振り返ってもらったら、北山にも雪がうっすら積もっているような寒い朝だったんですけど、今もう太陽の光をすごい浴びているので、むしろとっても暑い感じですね。こんなはい、今日こんな暑い日になるとはもう全然予想もつきませんで、皆さんすごい防寒をされてきていますけど、鴨川は鴨が今はい、川を渡ってたりして、ちょっとゴミも落ちてたりしますけども、はい、北山の雪景色がすごい綺麗な京都市内です。わー、ここもかい。 Hello, please look, very beautiful, and a little bit modernです。
誰にでも歩ける30分程度のデモということで、無理をしないスタンスで、まあ、それで継続されてこられたんだと思います。子供が25人と、大人が64名。本当にお疲れ様でした。ですね、もう言うことはコールの中に全部言ってあるんですけども、今原発は動いてないということです。これは自然にそうなったものではありません。今原発は動いてない。この国の中にはずっとこの原発を動かしてもっと増やそうとする人たちもいっぱいいる。その中でなぜ動いてないか。これ自然に動いていないのではありません。やっぱりね、いろいろ難しいことあるかもしれないけれども、原発はなくせるんだ、なくすべきなんだっていう人がどう少なく見積もっても7割ぐらいいるわけですね。そういうこと、脱原発っていうことで、まあ、ドイツっていうことは非常に有名ですけれども、まだドイツでも急遽動いてるわけです。この日本で私たちが止めてるっていうことの大きさをやっぱ確認したいと思います。ドイツでも急遽動いている、日本で、止めている。本当にもっと文字通りにしていきたい。だから今回、まあ、横断幕のトップに流れている横断幕は、さあ原発を終わらせようなんです。もう止めたんですから、あとは終わらせるしかないと思います。じゃあこれ続けていきますので、よろしくお願いします。原発はもう止めているから終えていこうというのが、まあ、今日の横断幕だということ。もっと増えている気もします。それでこれから交流会があります。それからカンパもお願いしたいと思います。カンパはミラー、それからですね、もう少しこの拡声器を買いたいと思っていますので、またよろしくお願いします。交流会、はい、これから交流会がウィンクスの3階の和室で行われます。お時間がある方、ぜひ弁当でも買ってきてください。皆さんで楽しくで、いろいろ来年のことなどお話できたらいいなと思います。はい、あとカンパ箱もありますので、本当に100円でもいいのでチラシを出していきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとどうしよう、中継マイク、あ、一緒に行きますか。一緒に行きます。すいません、皆さんお疲れ様です。あ、本当にね、原発をなくしていこうということで、原発をね、なくす、このアピールが連載に届いたと思います。それと合わせて原発も危険、それと合わせて今度ね、京都に米軍基地が来るということで、私たちは米軍基地のエクスパッドレーダーをね、丹後半島に来てほしくないということで運動しています。それで、クリスマスイベントとして12月25日に京都市役所の前で12時から1時までと、夜の6時から7時まで2回集まって、京都市長への要望行動とか、市役所前にアピールをしていきたいと思います。夜の部はいろいろね、クリスマスということもあって光るものを持って参加をしてください。あんなに負けないようにね、頑張らないあかんなと思いますけども、ぜひ。ちょっといいですけど、じゃあ皆さん、一旦じゃあここで解散といたしまして、交流会、さっき言ったウイングス京都ありますので、またよろしくお願いします。はい、それじゃあお疲れ様でした。どうもありがとうございます。写真から、はい、今日は天皇の誕生日ということで、右翼の凱旋者が誕生日を祝うということで、はい、今、凱旋右翼さんですね、はい、取っていかれました。これ結構、今日は子どもでも何回目というふうに、ね、5回目ですね、はい、5回目です。だんだん参加者が増えていっておられるという感じですか。そうですね、まあ、増減はあるんですけど、まあ、最初40人ぐらいから出発しましたので、やっぱそれに比べるとコンスタントにっていう感じだと思いますね。でただまあ、それはどこのデモもそうだと思うんですが、まあ、参加人数が、ね、多いことが重要なデモもあると思うんですよ、はい、だけどこのデモに関しては、はい、あまりその参加人数が増えるかどうかってことはあまり考えてなくて、こういう同様のデモがどんどんいろんなところで起きてほしいなっていうふうに考えてるんですね。というのは、まあ、1家族から出発してその友達とかからやってるので、あまりこう広げすぎるとご責任持てないというか、そこまでできないところもあって、だからみんながそれぞれできること、自分の能力とか、まあ、いろいろ状況とかに合わせて、そういう行動がどんどんこういうのもあるよっていうのをヒントしてもらったらなっていうふうに思っているんです。だからもう名乗った人がもう子供でもでいいと思うので、いろいろ各地で、はい、
まあ、あの京都でもいいんですけど、あのやってもらうのがいいかなと思っています。だからそういう意味ではそうですね、100名前後推移してるんですけど、まあ、試写購入すると100名ぐらい推移してるんですが、非常に毎回新しい人も来てくださったり、1回目で出てきた方があのまた5回目で来てくださったり、あのずっとそのあのやりたいなと思ってて5回目で初めて来てくださったりという形があるので、まあ、ずっとやっていきたいかなと思います、はい、あの一番心配されてるのが子供を持ってはるお母さん、でもなかなか出られないっていうのはあの、ね、一番その、もう行きたくても行けない状況だったっていうことはちょっとあのインタビューの中でも言われていて、はい、あの本当そう、はい、自分に照らし合わせてもそれはそう思うので、本当に、はい、本当にあのその通りで、あのもちろん子供です、あの子供っていうのがその、まあ、大人と、ね、同じような意味であの政治的によく物事を理解してやってるかというとそうではないと思うし、それはあのそれぞれが、ね、最終的に考えていくことだろうと思うんですが、ただ思うのは子供を持つ親たちっていうのはやっぱり子供連れじゃないと来れないじゃないですか、まず。だから子供も OK っていうデモがないと、やっぱりそういう人たちがまず意見表明できないっていうことが一つ、それからやっぱりそういうことが自分たちがおかしいと思うことがあった時に、今の子供たちの世代がデモっていうのもあるよねっていうことを知ってもらうってことはすごく意味があるんじゃないかなと思うんですね。だから身近にあること、そうです。だからでまあ、その子どもたちももちろん細かいことはわからないわけですけど、でもそれを言ったらね、大人でもそうだと思うんですよ。でも確実にやっぱり言えることがあると思っていて、それはやっぱりその例えばまあこのコールにもありますけど、人には地震が止められないっていうのは、まあ、子どもでもわかるわけですよね。でも原発の方は止めることができるっていうのもわかるし、そういうレベルのことではやっぱり、まあ、子どもたちも分かってもらって参加してるなっていう感じが実は あるんですね。だからコール案とかで風呂入りながら、あれはこっちの方がいいんじゃないかとか言って子どもが言ったりね、で、まあ、それで直したりしたこともあるんですけど、非常に面白いな。別に これが特に一番素晴らしい運動だとか全然思わないんですけど、そういうのもあるよっていう感じで、まあ、進めていければいいかなというふうに思っています。ありがとうございます。いろいろスタンスとか、まあ、子どもの子育ての、まあ、環境の一部であるということを、ね、はい、お伺いできてよかったです。はい、どうもありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。今出勤中で忙しいですね。はい、今はい、主催 の、はい、相方さんの方にお話聞いたんですけど、はい、すいません、今日のデモを終えられて、はい、私今日初めてお会いできてすごい、はい、嬉しいんですけど、はい、いつもフェイスブック上だけで、はい、やり取りさせてもらって、はい、そうですね、やっぱ1年間続いたのが嬉しいですね。あとやっぱりその1回目に来たメンバーっていうのがやっぱりなんかちょっと違ったからやめるとかじゃなくて、あ、これでやっていきたいってみんなが思えてまた続けてこれたのが本当に良かったなと思います。でもね、本当に絶賛子育て中のお母さんがここは、ね、本当に、ね、だって生まれたてほやほやの方、そうですね、出てきてはるからね、他の人がどうやったら来やすいか、その行かなあかんみたいになったらしいと、うん、そうですよね、確かに。だからそういうのをね、うまく一つずつ作ってこられたみたいな感じがすごく分かる。そうですね、やっぱり本当は金曜行動に出たいんですけれど、金曜って1週間で一番疲れてるし夜やしでなかなか出られなくて、ご飯の支度とか、そうだから逆にそのお休みの日の昼間だったら30分だけなら出やすいんじゃないかなと思ってやってます。偉いなと思います、自分の子育て中の時とは。いえいえいえ、本当にありがとうございます。ね、でもなんか街頭に出ると実際私が経験して思うのは風邪知らずになるんです。いえいえいえ、風邪ひいてますか？風邪ひいてますか？そうですね、結構風邪ひら知らずなんですけど、はい、でも今日ポカポカになりました、汗かきました。確かに、はい、今日もね、すごいテニスマンさん来られてるんで、あれですけど、ね、本当に太陽のエネルギーが本当にね、ありがとうございます。これこそなんか使うべ
ルギー、エネルギー。本当ですね。こんなにね、自然豊かな京都で。暑いぐらいでしたね。やっぱりです。汗かきました。子供でもいつも太陽っていうか、恵まれるっていう風に。でも1回台風で中止になって、本当は6回やったんですけど、1回流れてダメでしたね。でも台風も逆らえないんで。台風もネイチャーコールですよね。そうですね。本当にありがとうございます。本当にお疲れ様です。次移動しはらなあかんしね。はい。なんかそれもいつもね、ウィングスの和室の部屋で子供たちも一緒に行けるような。そうなんです。会議室はやっぱり子供がね、居づらいんで。でも終わってそのままさよならじゃなくて、そこでその今日こうだったねっていう話をすることはちょっと大事だったりしますもんね。また次何やっていこうかとか、今日思ったこととかみんなでシェアして、続けていきたいって気持ちをみんなで強く広く持っていきたいなと思ってます。本当にこんな若いお母さんが京都に張って、ね、いっぱい、はいはい、ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。お疲れ様でした。またよろしくお願いしま す。お疲れ様です。はい、四条大橋 の今東詰めにいるんですけれども、三条河原を出発したデモ、四条大橋を渡って東詰めのところで、はい、今お疲れ様です。連日どうも。いえ、とんでもないです。はい、四条大橋の、西詰めの方で、こちらで、はい、集合して、これで解散になります。これから お子さん連れの方が、ウィングス京都という和室の方で、少し交流をされるということで、まあ、そういうふうに民主的にいろいろ話をして、また今後考えられるということで、すごくなんていうのか、緩く、でもその強制されなくて、自分たち その、物差し以上のことはしないというか、それがまあ長く続く継続のコツみたいな話もされていて、はい、とても主催者の方のお話、子育ての環境として、まあ、このデモも、いいんじゃないかというようなことも言われていて、すごい素敵なお話だったと思います。はい、IWJ 京都1チャンネル、ご覧のご視聴いただきました皆さん、どうもありがとうございます。そろそろこちらの方で中継の方は切らせていただきたいと思います。カメラマンさん、大阪からはるばるありがとうございます。中継は、リポーターの方は IWJ、 リポーターは IWJ 中継市民北野です。今まもなく、もうデモは出発するところです。空の、本当に綺麗な、空気の綺麗な、お天気になっています。三条河原の方は、サンタレースというなんかイベントがやっていて、はい、その集合場所と一緒たくたになって、小さいサンタさんの姿なんかがいっぱいある、鴨川の河川敷、三条大橋下になります。今、西側の河川敷から、デモは出発して、今から三条通りの方へ、歩いていくところです。こちらのデモには、ネイティブアメリカンの生きる権を守った伝説 の、 インディアンの方ですね、デニス・バンクスさんという方が、来日されていて、るということで、さっきご紹介を受けましたので、後でインタビュー回したいと思いますけれども、何千年もの間、私たち最も古い友人である太陽は私たちの家を温め、私たちに光をもたらす偉大なエネルギー源です。私たちに原発は必要ありません。原発いらない。こちらは
デニス・バンクスさんが、書いてくださったものを、和訳した、ボードを持ってくださっています、裏にはデニス・バンクスさんが、書かれた直筆のメッセージがあるということです。裏をちょっと見せてもらっていいですか。 All this brother the sun has heated our homes for thousands of years. Lord Light also, he is our greatest source of energy. We don't need nuclear power plants. 原発いらないということで書いていただいているメッセージボードです。デニス・バンクスさんって方は日本英語しか喋らない、ね、コーディネーターの方が通訳してくれます。分かりだったら言ってください。はい、どうもありがとうございます。海に謝れ、亀井さんの姿もありますね。ヒントになると思うんですよ。そうですね、はいはい、私もナバホ族の教えであるとか、今はインターネットにしたりして、ね、はい、政治家はその世代のところしか考えないけど、そうそうそう、インディアンは3世紀、3世紀先の7世代ですか、そう7世代先のことを考えて、まあ、地球上に暮らすとかであるとか、まあ、絶対掘ってはいけないというような、そうそうそう、資源を掘り出してはいけないっていう言い伝えがあったというようなことは、そうそうそう、はい、ウランのことですね、そうですね、はい、石油であるとか、はい、聞きます、はい、うん、どういうふうな質問をしたらいいかな、ここへ来て初めてデニス・バンクさんの今日の談話を聞いたので、ここで見てどう思うかとか、なるほど、はい、日本でじゃあ他のところでデモに参加されたことがあるんですか。高崎であるとか、あと何か所all across the world with the children、uh-huh. mm? because the children are the future generation、mm. so it's very important、uh-huh.
to have a walk with the children. Very important. Very important. Yes. 子どもたちの世代はとても大事なので一緒にデモすることは素晴らしいです。そう、子どもたちが未来だから。はい、はい。そうですね。はい。今日本で言っていることを、どうもどういうふうに思っておりますか。そうですか。はい。So how do you think about that? Japanese government doing for that this day? Well, I think any government in the world.If they don't understand the uranium, what it does to the people, then we shouldn't have any nuclear power any place in the world. Because man will never understand the power of the uranium. So, 日本だけの政府ではなくて、世界中の政府がそのよくウランのこととか分かってないんじゃないかと。その原子力がそのすごく危ないということを政府が理解してないからそういう原子力ができてしまうのであって世界のどこにもその原爆とか原子力の原発もあるべきではないそれで人間はよく原子力をとかウランをコントロールできないというのをよくネイティブの人たちは言ってるんですけど、そのことを今政府の人たちが理解してないっていうことが問題なんだと。そうですね、アメリカが原子力をもうやめていくって話もあれは経済的に回らないから経済だからっていう理由ですよね。そのことについて。She asking about that even that the U.S. government they would like that a little bit slow down that the nuclear power but it's only because of the economy issues they don't think that because of that the uranium is that we cannot control uranium that's not reason so how do you think about that this situation no the economy has nothing to do with it.経済は何もその原発について何もできないだろうとおっしゃってたよね。They know that Fukushima, Three Mile Island, Chernobyl, they know it's a big mistake. 福島だけじゃなくて、Three Mile Island とかチェルノブイリも含めてそれが大きな問題だったんですよ。間違いだったってことをやっぱり理解してないから同じことが起こってるんだと。何度も何度もその人間は失敗というかその過去の過ちを訂正しない。それはどうしてだと思われますか。そうだった。Why that human beings that the continuing that the making mistake? How do you think about it? Three Mile and Chernobyl and after that Fukushima. Well.The greatest source of power is the sun. That's our energy right there. And that's what's so important is that they are missing the point. If they don't know that that's the greatest source of power, the sun, then I don't know what we have to do to change the minds of governments all over the world.If they don't realize that that's the only source of energy, then I don't know what else we can do. まあその太陽というものが私たちの力の元であるということをやっぱり理解してない。これだけが私たちの本当の力の元なんだということを理解してないということが問題なのであって、政府の人たちはそのポイントを失ってるって見るべきところ視点を間違ってるんじゃないかっていう。はい。はい。Thank you for.すいません、カメラさんごめんなさい、カメラさんごめんなさい。はい、本当にすごい、太陽を浴びながら、子どもでも、から町通りを今、難航しているところです。すいません、京都、IWJ 京都1チャンネルで今、ユーストリームの中継中なんですけれども、このデモに今日どういう気持ちで参加されているかというのをお伺いすることができますか。
どういう気持ちで。何度か、はい、あの参加されて来てはるんですか。はい、3回目です。3回目。今日すごいいいお天気の日ですね。毎回天気いい。あ、そうなんですね。え、子供さんおいくつ。8ヶ月です。あ、じゃあすごい大変なわけですね。はい、え、でもそれでも一緒に来ようって、この寒い中一緒に来ようって思う気持ちはどういうとこですか。お腹の中にいた時に第1回目だって、あの去年1年前参加して、はい、なんかこれから大きくなった時に、安全安心して暮らしていけるようなところ町になったらいいなと思うので、来てます。はい、はい、どうもありがとうございます。京都1チャンネルというところで、今 IWC 京都1チャンネルというところでユースと中継中なんですけれども、はい、IWC 今日このデモにどう気持ちに参加されておられるかというのを一言でもいいですか。そうですね、福島の事故があって、まだちゃんと就職していないのに、放射能の影響も出て反対で、はい、今新しくバイオマスの発電とか開発されてるんで、そっちの方に力を入れてほしいなって思ってて、そういう願いとかを、まあ、伝えたくて、どこかに発信したくて来ました。はい、お子さんおいくつですか。5歳です。5歳。初めて来たんでちょっとびっくりしてる感じ。眠たくなっちゃって。あ、そうやったよ。ありがとうございます。一緒に入られますか。いや、僕はもう仕事なんで。あ、そうなんですか。これ今ありますけど、どういう予定、どう思われますか。まあね、ちょっと状態を見るとね、もう僕もいらんとは思いますけど、なんとかね、他のエネルギーでやってほしいとは思いますけど。なんか子供さん行きたそうですね。もう今から仕事なんでね、もう残念。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、すみません。はい、シャボン玉吹いてます。今 IWJ の京都1チャンネルというところで、はいはい、ユーストリームの中継中なんですけども、はい、シャボン玉吹いてはるところをあれなんです、恐縮なんですけど、今日どういう気持ちでこのデモに参加。いや、気持ちも何もね、いつも基本的に原発には反対やし、デモにはできるだけ参加して意思表示をしてあかんなと思ってますしね。はい、なんで原発に反対。原発、なんで逆に言えば賛成なんですかって感じですけどね。うん、だから原発に賛成する理由が見つからない、うん、いいことは全然ないのになんで進めるのかって話ですよね。はい、明確ですね。はい、はい、こんなに明確な問題やのにね、一生じできないっておかしな話でしょ。はい、はい、と思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、原発に賛成できるところがないとおっしゃいましたね。はい、すいません、今 IWJ 京都1チャンネルというところでユーストリーム中継中なんですけれども、よかったら今日このデモにどういう気持ちで来られているか、お聞かせいただけたらと思うんです。あ、はい、まあ、僕は関東からの移住なんですけれども、はい、やっぱりお父さんが子供さんみたいな。そうですね、まあ、母親もいますけど、はい、今日はちょっと病気で来れないんですけど、はいはい、まあ、でも本当に 3.11 はすごい大きな事故だったんで、
そういうのがもう二度と起こらないようにって、まあ、子どものためにですね、そういう思いだけです。はい。私は若い時から戦争とか平和のことを考えてきて、この子が生まれるまではそういろんな行動とかをしてたんですけれども、この子ができて一気にそういうことに参加できる条件が減ってしまったんですね。もうどんどんいろんな辛いこととか嫌なこと、原発のことにしても起こり続けていて、すごくいたたまれない思いで過ごしてたんですね。でやっともうちょっとの外出ならできる、一緒に連れてきても大丈夫という状況になって、で保育園のお母さん友達から誘っていただいたので、思い切って数年ぶりに出てきました。今日初めて。そうですね、原発反対子どもデモには今回初めてです。はい、そうなんです。探してます。ですよね、多分よく知ってる。そうでしたっけ。はい、すいません。はい、じゃあどうもありがとうございます。すいません、IWJ 京都1チャンネルというところでユーストリームの中継中なんですけども、今日このデモにどういうお気持ちで来られてるかっていうのは聞かせてもらうことはできますか。はい、今現段階として原発は止まってるんですよね。それの状態でなんとか電力が足りているならば、これを後に動かす必要はないと思うんです。で今動かすために何かいろいろしているとすれば、それを再生可能エネルギーとか他のことを開発することに取り組んでいく方が前向きなことだと思うんですね。なのでそういうことを思って参加しました。IWJ 京都1チャンネルというところで今ユーストリームの中継中なんですけども、はい、よかったら今日このデモにどういう気持ちで参加されてるかっていうのは聞かせていただく、はい、何度目かなんですけど、やっぱりもういらないし原発が、そうですね、もう今後そのやっぱりさっきも言われてコールでも言われてますけど、やっぱり毒ですし、もうこれはやっぱりみんな多分分かってると思うんですけど、実生活の中であんまりその目に見えなかったり匂いもないしですね。でもやっぱりこう伝えないと言わないといけないと思って、はい、今日は参加しました。はい、はい、ありがとうございます。すいません、今IWJ 京都1チャンネルというところでユーストリームの中継中なんですけども、今日このデモにどういう気持ちで参加されてるかっていうのを聞かせてもらってもいいですか。ちょっと何やろうね、原発怖いのでね、はい、なんかまあなんか言えればいいかしらと、なんか動きが出ればと思って参加してますが、はいはい、たくさん背中でネタ張りますけど、おいくつですか。1歳ですね。よくネタ張りますよ。はい、ありがとうございます。すいません、今IWJ 京都1チャンネルっていうところ
ユーストリーム中継中なんですけども、はい、お子さんすいませんね、はい、いやですよね、はい、今日このデモにどういう気持ちで参加されてるかっていうのはお聞かせいただけますか。もうデモは今まであんまり参加してなかったんですけど、もうなんかもう怒りが抑えられなくて街に出てきたっていう感じです。はい、なんかずっと我慢を重ねたけども、もう黙ってられなくて、もう街に出てきたっていう感じぐらい、もう怒ってるという、あの中のやり方とか、その全部、あの原発にしても、あの法律の通し方にしても、全くこう国民の意見を無視したあのやり方に、もうそれまではどっちかとおとなしく黙ってたけど、もうっていう感じで、はい、そういう感じです、はい、では今日初めて、そう、秘密保護法から始まったので、はい、もうでもなるべくだから出ようと思って、はい、もう6回ぐらい来てます。はい、だからもう、はい、もう諦めずに、はい、で今日娘さんも一緒に、はい、娘と一緒に来ました、はい、同意を得られた。あ、はい、はい、娘も最初はちょっと恥ずかしかったけど、もうあのなんていうのか、まあ、普通な人って言ったらあれやけど、あの怖くないんだっていうのも分かったりして、うん、あの一緒に来てくれてます。あ、そうですか、はい、どうもありがとうございます。広島の自然の中で被爆してる方みたいな。こんにちは、はい、今日どういう気持ちでこのデモに参加をされて、こういうデモに、はい、どういう気持ちで、広島で、自然の中で子どもの時に被爆されたということで、私も本を買わせていただいている、米沢さんです。いや、もう80やからね、これ出てきたら7、8人分ぐらいにはなるだろうと思うのと、それからこのプラカードにあるようにね、はい、要するに戦時中や戦前にね、戻らすということがやっぱり一番いかんことやと思うん で、これ昨日たまたま手に入ったん で、これは今日ぜひ持ってきたんです。ラリフアイロニーの聞いたプラカードに思います。あ、そうですか、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、こんにちは、すいません、京都IWJ 京都1チャンネルで今中継中なんですけれども、はい、今日どういう気持ちでこのデモに参加されているかというのを今日初めてデモ参加したんですけど、やっぱり自分で声を上げるってことができてすごい嬉しいです。皆さんがこういうのが広がっていけばいいなと思ってます。今日はなんでもうデモに来ようと思ったの。デモに来ようと思ったのはツイッターでこの情報を知ったんですけど、またまたま時間があったんで来ました。はい、聞き張ってみてどうですか。やっぱり、まあ、こうやって子どもたちがすごい参加しているのがすごいなというか、なんか大人ってやっぱ子供がやってるのを見るとすごい感じるものがあるんじゃないのかなと思いますので。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。すいません、IWJ 京都1チャンネルということで今ゆっくりの中継中なんですけど、今日このデモにどういう気持ちで参加をされておられるかっていうのを聞かせてもらってもいいですか。ですね、まあ、子供を守るっていうのもそうなんですけど、やっぱりそのおかしいと思ったことを人の目がどうだとか周りから見てどうだとかっていうことで判断するんじゃなくて、ちゃんと自分の心で自分の心の声もちゃんと聞いて、で怖がらずに恐れずに違うと思ったことは違うって言える勇気を、まあ、一人でも皆さんが多くの人が思ってくれたらいいなと思って
はい、声を上げてます、はいはい、お子さんはいくつですか？1歳と3歳と5歳。あ、3人、はい、ね、どうもありがとうございます、はい、すいません、あの IWJ 京都1チャンネルというところで今ユースト中継中、もうでも終わっちゃうんですけど、どういう気持ちで参加されてるんですか？聞こえます？こういう運動が頑張ってはいいかなと思って、はい、何度か参加されて？僕は2回目か3回目ぐらいかな、はい、抱っこしてはるけど、おいくつですか？今1歳8参加してるんで。すごいね。あったかいお手手で。まあ、でもいい天気でよかった。そうですね。本当に子供デモさんはすごいいつも天気に恵まれるって話を今聞いてたりして、はい、あのこの太陽のエネルギーこそ使うべきエネルギーだっていうふうにあのデンスバンクさんもしてて、はい。どうもありがとうございます。いいバイバイ。話してもらえない。バイバイや。バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございます。デモはですね、今あの四条大橋を渡っているところですね。あの今日はあの、山の方ちょっと振り返ってもらったら、あの北山にも雪があのうっすら積もっているような寒い朝だったんですけど、今もう太陽の光をすごい浴びているので、むしろとっても暑い感じですね。こんなあの、はい、今日こんな暑い日になるとはもう全然予想もつきませんで、皆さんすごい防寒をされてきていますけど、鴨川はあの鴨が今あの、はい、川を渡っていたりして、ちょっとゴミも落ちてたりしますけども、はい、あの北山の山の雪景色がすごい綺麗な京都市内です。わー、ここもかい。 Hello, please look and very beautiful and a little bit mountainにでも歩ける30分程度のデモということで、無理をしないスタンスで、まあ、あのそれで継続されてこられたんだと思います。あ、子どもが25人と、大人が64名。本当にお疲れ様でした。ですね、もう言うことはボールの中に全部言ってあるんですけども、今原発は動いてないということです。これは自然にそうなったものではありません。今原発は動いてない。この国の中にはずっとこの原発を動かしてもっと増やそうとする人たちもいっぱいいる。その中でなぜ動いてないか、これ自然に動いていないのではありません。やっぱりね、いろいろ難しいことあるかもしれないけれども、原発はなくせるんだ、なくすべきなんだっていう人がどう少なく見積もっても7割ぐらいいるわけですね。そういうこと、脱原発っていうことで、まあ、ドイツっていうことは非常に有名ですけれども、まだドイツでも急遽動いてるわけです。この日本で私たちが止めてるっていうことの大きさをやっぱ確認したいと思います。ドイツでも急遽動いてる、日本で、止めている。本当にもっと文字通りにしていきたい。だから今回、まあ、横断幕のトップに流れてる横断幕は、さあ原発を終わらせようなんです。もう止めたんですから、あとは終わらせるしかないと思います。じゃあこれ続けていきますので、よろしくお願いします。原発はもう止めているから、終えていこうというのが、まあ、今日の横断幕だということ。もっと増えてる気もします。それでこれから交流会があります。それからカンパもお願いしたいと思います。カンパはリラ、それからですね、もう少しこの拡声器を買いたいと思っていますので、またよろしくお願いします。交流会、はい、これから交流会がリンクする
の3階の和室で行われます。お時間がある方ぜひ弁当でも買って来てください。皆さんで楽しくいろいろ来年のことなどお話できたらいいなと思います。はい、あとカンパ箱もありますので、本当に100円でもいいのでチラシを渡していきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとどうしよう、中継マイク、あ、一緒に行きますか、一緒に行きます。すいません皆さん、お疲れ様です。あ、本当にね、原発をなくしていこうということで、原発をね、なくす、このアピールが、ね、だいぶ届いたと思います。それと合わせて原発も危険、それと合わせて今度ね、京都に米軍基地が来るということで、私たちは米軍基地のエクスパッドレーダーをね、丹後半島に来てほしくないということで運動しています。それで、クリスマスイベントとして12月25日に京都市役所の前で12時から1時までと、夜の6時から7時まで2回集まって、京都市長への要望行動とか、市役所前にアピールをしていきたいと思います。夜の部はいろいろね、クリスマスということもあって光り物を持って参加をしてください。あんなに負けないようにね、頑張らないあかんなと思いますけども、ぜひ。ちょっといいですか。じゃあ皆さん、一旦じゃあここで解散といたしますね。交流会、さっき言ったウィングス京都ありますので、またよろしくお願いします。はい、それじゃあお疲れ様でした。どうもありがとうございます。写真から、はい、今日は天皇の誕生日ということで、右翼の凱旋者が誕生日を祝うということで、はい、今、凱旋右翼さんですね、はい、取っていかれました。これ結構、今日は子どもでも何回目というふうに、これ、ね、5回目ですね、はい、5回目です。だんだん参加者が増えていっておられるという感じですか。そうですね、増減はあるんですけど、最初40人ぐらいから出発しましたので、やっぱそれに比べるとコンスタントにっていう感じだと思いますね。でただそれはどこのデモもそうだと思うんですが、参加人数が、ね、多いことが重要なデモもあると思うんですよ、はい、だけどこのデモに関しては、はい、あまりその参加人数が増えるかどうかってことはあまり考えてなくて、こういう同様のデモがどんどんいろんなところで起きてほしいなっていうふうに考えてるんですね。というのは一家族から出発して、その友達とかからやってるので、あまりこう広げすぎるとご責任持てないというか、そこまでできないところもあって、だからみんながそれぞれできること、自分の能力とか、いろいろ状況とかに合わせて、そういう行動がどんどんこういうのもあるよっていうのをヒントにしてもらったらなっていうふうに思っているんです。だからもう名乗った人がもう子供でもでいいと思うので、いろいろ各地で、はい、京都でもいいんですけど、やってもらうのがいいかなと思っています。だからそういう意味では、そうですね、100名前後推移してるんですけど、四捨五入すると100名ぐらい推移してるんですが、非常に毎回新しい人も来てくださったり、1回目で出てきた方がまた5回目で来てくださったり、ずっとそのやりたいなと思ってて5回目で初めて来てくださったりという形があるので、ずっとやっていきたいかなと思います。はい、一番心配されてるのが子供を持ってはるお母さん、でもなかなか出られないっていうのは一番もう行きたくても行けない状況だったっていうことはちょっとインタビューの中でも言われていて、本当そう、はい、自分に照らし合わせてもそれはそう思うので、本当に、はい、本当にその通りで、もちろん子供です、子供っていうのがその、大人と、ね、同じような意味で政治的によく物事を理解してやってるかっていうとそうではないと思うし、それはそれぞれが、ね、最終的に考えていくことだろうと思うんですが、ただ思うのは子供を持つ親たちっていうのはやっぱり子供連れじゃないと来れないじゃないですか。まずだから子供も OK っていうデモがないと、やっぱりそういう人たちがまず意見表明できないっていうことが一つ、それからやっぱりそういうことが自分たちがおかしいと思うことがあった時に、
今の子どもたちの世代がデモっていうのもあるよねっていうことを知ってもらうってことはすごく意味があるんじゃないかなと思うんですね。だから身近にあることそうです。だからでまあその子どもたちももちろん細かいことはわからないわけですけど、でもそれを言ったらね大人でもそうだと思うんですよ。でも確実にやっぱり言えることがあると思っていて、それはやっぱりその例えばまあこのコールにもありますけど、人には地震が止められないっていうのはまあ子どもでもわかるわけですよね。でも原発の方は止めることができるっていうのもわかるし、そういうレベルのことではやっぱりまあ子どもたちも分かってもらって参加してるなっていう感じが実はあるんですね。だからコール案とかで風呂入りながらあれはこっちの方がいいんじゃないかとか言って子どもが言ったりね、でまあそれで直したりしたこともあるんですけど、非常に面白いな。別にこれが特に一番素晴らしい運動だとか全然思わないんですけど、そういうのもあるよっていう感じで進めていければいいかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。いろいろスタンスとか、まあ、子どもの子育ての、まあ、環境の一部であるということを、ね、はい、お伺いできてよかったと思います。はい、どうもありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。今出勤中で忙しいですね。はい、今はい、主催 の、はい、相方さんの方にお話聞いたんですけど、はい、すいません、今日のデモを終えられて、はい、私今日初めてお会いできてすごい、はい、嬉しいんですけど、はい、いつも Facebook 上だけで、はい、やり取りさせてもらって、はい、そうですね、やっぱ1年間続いたのが嬉しいですね。あとやっぱりその1回目に来たメンバーっていうのがやっぱりなんかちょっと違ったからやめるとかじゃなくて、あ、これでやっていきたいってみんなが思えてまた続けてこれたのが本当に良かったなと思います。でもね、本当に絶賛子育て中のお母さんがここは、ね、本当に、ね、だって生まれたてほやほやの方そうですね、出てきてはるからね、他の人がどうやったら来やすいか、その行かなあかんみたいになったらしいの、うん、そうですよね、確かに。だからそういうのをね、うまく一つずつ作ってこられたみたいな感じがすごく分かる。そうですね、やっぱり本当は金曜行動に出たいんですけれど、金曜って1週間で一番疲れてるし夜やしでなかなか出られなくて、ご飯の支度とか、そうだから逆にそのお休みの日の昼間だったら30分だけなら出やすいんじゃないかなと思ってやってます。偉いなと思います、自分の子育て中の時とは。いやいやいや本当にありがとうございます、ね、でもなんか街頭に出ると実際私が経験して思うのは風邪知らずになるんです。いやいやいや、風邪ひいてますか？そうですね、結構風邪ひら知らずなんですけど、はい、でも今日ポカポカになりました。汗かきました。確かに、はい、今日もねすごいデニキスマンさんもらえてるあれですけど、ね、本当に太陽のエネルギーが本当にね、ありがとうございます。これこそなんか使うべきエネルギー、本当ですね、こんなにね自然豊か京都で暑いぐらいでしたね。あったです、汗かきました。子供でもいつも太陽っていうか恵まれるっていう風に。でも1回台風で中止になって本当は6回やったんですけど1回流れてダメでしたね。でも台風も逆らえないんで、台風もネイチャーコールですよね。そうですね、本当にありがとうございます。本当にお疲れ様です。次移動しはらなあかんしね、はい、なんかそれもいつもねウィングスの和室の部屋で子供たちも一緒に行けるような、そう会議室はやっぱり子供がね居づらいんで、ね、でも終わってそのままさよならじゃなくてそこでその今日こうだったねっていう話をすることはちょっと大事だったりしますね。また次何やっていこうかとか今日思ったこととかみんなでシェアして続けていきたいって気持ちをみんなで強く広く持っていきたいなと思ってます。本当にこんな若いお母さんが京都に張って、ね、いっぱい、はいはい、ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。お疲れ様です。はい、四条大橋 の、 今東詰めにいるんですけれども、三条河原を出発したデモ、四条大橋を渡って東詰めのところで今
お疲れ様です。連日どうも。いえ、とんでもないです。はい、四条大橋の、西詰めの方で、こちらで、はい、集合して、これで解散になります。これから、お子さん連れの方が、ウィングス京都という和室の方で、少し交流をされるということで、まあ、そういうふうに民主的にいろいろ話をして、また今後考えられるということで、すごくなんていうのか、緩く、でもその強制されなくて、自分たち その、物差し以上のことはしないというか、それがまあ長く続く継続のコツみたいな話もされていて、はい、とても主催者の方のお話、子育ての環境として、まあ、このデモも、いいんじゃないかというようなことも言われていて、すごい素敵なお話だったと思います。はい、IWJ 京都1チャンネルご覧のご視聴いただきました皆さん、どうもありがとうございます。そろそろこちらの方で中継の方は切らせていただきたいと思います。カメラマンさん、大阪からはるばるありがとうございます。中継は、リポーターの方は IWJ 中継市民北野が、務めさせていただきました。ありがとうございます。良い休日をお過ごしください。ポカポカの京都から、お伝えいたしました。